はい、どうも GT です。今回はですね、コールオブデュティブラックオプスマルチプレイヤーのボット戦の方をやっていきたいと思いますって言いたいところなんですが、今回はボット戦メインじゃありません。ただの報告動画です。まず見てお分かりのように金になりました DSR。 今回の DSR 結構自分的に DSR っていうか、今回の金迷彩個人的にはかなり好きですね。あと桜の迷彩柄かなりかっこいいですという報告です。まあ DSR はね、本当全てのね迷彩を解除すれば金迷彩も使えるということで、 DSR は案外簡単に余裕で出ました。で、ちょっと殺してくれないかな、ちょっと殺してくれないかな。はい、ここ。はい、ということで、これ見てお分かりのようにって、ビオ2知らない人は分かんないけど、これ、ドラグの不敵な立ち位置の武器です。あ。つまり、まあ、ドラグノフですね。で、この武器、SR というのはですね、迷彩柄出すのに、ワンショットキルなんですよ。で、ワンショットキル、250ワンショットキルすると、他のスペシャルチャレンジ的なものもアンロックされ、それらをアンロックしたことによって金武器が取れるわけなんですけど、もちろん、これドラグノフですから、まあ、反動少ないから超強いけど、ドラグノフですから、ワンショットキル、ヘッドショット以外はできません。つまりですよ、250ヘッドショットしなければいけないということです。ということでね、今日、16時間ぶっ続けで FPS やってました。BO2 やってました。マジで死にかけです。某人気動画投稿者さんと、ゾンビモードの方やってきたんですけど、それ3時間ぐらいやってきたんですけど、結構楽しかったですね。結構てか、かなり楽しかったです。またね、一緒にやりたいですね。っていうのはいいんだけど、あとですね、まあ、今言ったように、この武器、250ヘッドショット。必要です。マルチで。それをですね、8時間で終わらせてきました。すべてチームデスマッチで。めっちゃ自慢げに言ってる。8時間で、まあ、250ヘッドショットっていうか、340ヘッドショットなんですけどね。340ヘッドショットして、240ワンショットキルしました。あ、250ワンショットキルしました。それで残りの3時間ほどでスペシャルチャレンジもクリアして金武器が出たということです。多分ドラグノフっていうか SVU なんですけど、この武器世界で初めてとは言わないけど日本で初めてなんじゃないかな。金武器出したの今っていうか BO2 今のところ日本で初めてなんじゃないかなとか言って、なんか適当に言ってたりして、で、もうね、8時間ずっと本当にこれが敵だとしたら、もうここしか見ずにやってきたので、もう、キルレとかも 1.5 まで下がりましたし、2.1 ちゃったんですけど、まあそんなキルレとかどうでもいいんですけど、って途中から考え始めたんで、まあもう吹っ切れてね、こう、ずっと、もう、どんな状況に陥ろうがヘッド以外狙わずに、ずっとヘッドでやってました。で、そのせいもあってですね、エイムが少し上がりました。もう無意識にやってても全部ヘッドラインにエイムが飛ぶようになりました。でね、まあそれだけの報告動画なんですけど、まあそれだけ、本当にそれだけの報告動画です。俺日本で初めてだったら嬉しいなみたいな。そうだわ。というわけでね、今回はね、まあこれだけの報告動画なんで、はい、これで終わりです。すいません、くだらない動画で。まあでもこのままね、全部金 SR 金武器化していくので、ぜひ見守っていてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。